はい、写真撮ってませんか。いや、いいです。あの後でフォトセッションの時間作りますんで、今おじさんとおばさんってところにお姉さん。ええ。びっくりした。おじさんとお姉さんが来ちゃった。水野さんにそんな間違えました。一生根に持ってやる。今本当にね、間違えました。ということで後で写真のコーナー作りますんでね、それはそれで楽しみにしてください。はい。ではですね、ルミさん、もう早速いきましょうか。はい。まあ、このコーナーですけれども、まあ、踊りだけではないよということで、ね、そうですね、ちょっと喋っていただきたいと思います。喋りの実力もここでね、はい、発揮してもらいたいと思いますが、はい、特に2年目以降、2年目以降じゃない前列ですね、はい、前列なのね、ベテランと言っていいかもしれませんけども、ベテランチームからじゃあいきましょうか、はい、自己紹介で一人ずつ、はい、そうですね、してもらいたいと思います、お名前、はい、そしてチアドラとして、今年かけるちょっと意気込みなんかを一言語ってもらいたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは、本田梨香です。今年はリーダーをやらせていただくことになりました。今ステージいかがでしたか。皆さんこんにちは、チアドラゴンズ2013
1年目の小野マリオです。私は名前がよくマリヨなんですけど、オって言われるのでヨです。ちょっと覚えてください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。はじめまして、チャードラゴンズ1年目の加藤由衣です。サイレンショーの力で元気いっぱいのダンスをパフォーマンスしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。チアドラゴンズ2013の小菅ゆかりです。持ち前の笑顔と元気で全力のパフォーマンスを常にしていきたいと思っています。よろしくお願いします。皆さんはじめまして、チアドラゴンズ2013小西ひな子です。全力の笑顔とパワフルなパフォーマンスでドラゴンズを全力で応援したいと思います。濃く楽しい一年にしたいです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。二宮遥です。新人の子たち4人がすごい若い子たちなので、この子たちに負けないように精一杯頑張ります。お願いします。はじめまして、チアドラゴンズ2013の藤井里奈です。笑顔と元気で精一杯頑張るので、今年は素敵なシーズンにしたいです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。チアドラゴンズ1年目若泉真帆です。私も最年少組の一人です。身長の高さを生かしてダイナミックに大きくパフォーマンスをしたいです。よろしくお願いします。もう一度前列と前列に変わってもらう、はい、ましょう。ベテラン組からお手本になるインタビューコーナー行きたいと思いますけども、でもルミさんやっぱりしっかりしてますね。ベテランの方ね。そうですね、はい、挨拶もやっぱちょっと個性があって一味違うというね、はい、感じでしたけども、はい、さっきねルミさん実ははい、ドリームスターズパーティー見てましたけども、幼稚園のコーナー、幼稚園のコーナーありましたね、はい、今年もありました。リーダーが務めるという、ね、コーナーがありましたけど、もうすぐ幼稚園、これで3年目になりますかね、はい、リカがやってるところしっかり見てましたけども、ちょっと感想をね、感想を聞いてみたいです。感想と今年の意気込みをじゃ幼稚園の部分です。幼稚園の部分、あのコーナーです。あのコーナー3年目の、はい、俺か。じゃあ皆さん、このワイ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 、やっぱりあれちょっと恥ずかしい。もう捨ててます、そういうのは。全然恥ずかしくもなくやってるので、みんなにも一緒にやってほしいと。はい、やってほしいですね。やってくれる人。本当ですか？ちょっとよく覚えてください。本当に。今チェックしてみて。次やってなかったらピカちゃんからね。なんか言わなきゃ。はい。ね、本当にね、立派になりました。もうまさかね、リカがそこまでやると思います。ちょっと想像もつかなかったですけど、はい、頑張りましたね。頑張ります。はい、頑張ってね。はい、ありがとうございます。先ほどの DD 失格情報のことで全く拍手が起きなかった。このことで急に皆さんテンション上がってますから。わかりますよね。はい、ちなみにゆまちゃんは、はい、今年美白キャラでいくっていうことで、はい、宣言したんですけど、はい、しちゃいました、はい、何か対策は対策でした？してる？もうすでに対策はもう、メイクマナー講習毎年1回あるんですけど、その時にやっぱ肌が白いっていいなと思ったので、そうなの、隣の化粧してて本当に全然違うんですよ。もう色がもう全然違うんですね。全然違うんですけど、そう本当にちょっと悲しくなっちゃったので、もう化粧品、化粧水とか乳液とか全部買いました。すごい、それから気合が入って美白のものを取り揃えました。じゃあぜひお客さんからも何かアドバイスがあったら教えてほしいね。どうぞよろしくお願いします。なんかもしかしたらプロの人とかいるかもしれないから、お願いします、ね、どんどんこれから勉強していこう。はい、チアドラゴンズは夏でも日焼けしちゃダメなんでね。そうなんですよ、水着のラインとかついちゃダメなんでね。はい、だからもし私が顔を白く日焼け止め塗っててもあって思ってください。ちょっと今日なんか白い線入ってるけど、そういう時は美白のためだと。そういう時はズームで撮らないでもらって、ね、お願いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。何か水野さんからの次、あの、ね、昨年までだらだらぼーっと過ごしてた、はい、2人このまとめてこの2人とんでもないこと言ってましたけどね。言ってやりたいことはありますか？いや、あの起点の期間ドラゴンズ優勝目指してとか言うと思ったらなんかそんなことも大丈夫かなと思いますけど、このりほちゃんとゆいちゃん、はい、で昨年まで何も考えずにぼーっとチアドラをやってたらしいんですけどもそんなことないとは思うんですけどね。やっと3年目にして何か思うことがあるらしいですね。あのこのオフに特にね、その目がけて頑張ったこと、また感じましたね。目がけて頑張ったこと、はい、責任感を持つようにします、はい、責任感しますって今からじゃあオフボタン押せずにボーッと探してね認めちゃった正直に言います。そこセットだからゆいちゃんもきっとそうだね。そうそう、でも加藤ゆいさんって2人いるんですよ、今年。ルミさん何かありますか？はい、ないですね。まあじゃあちょっと時間もね押し迫ってきますんで、この後出回ります、はい、ちょっと入れ替わりましょうか。そうですね、チェンジ、はい、はい。先ほどドラゴンズは老朽化という話をしておりましたけれども、チアドラゴンズは老朽化してませんので決して大丈夫です。若返っております。若返りました。毎年、はい、そうなんです。フレッシュ、はい。まあ出戻りのね方もいますけれども、あんさっきね、あんずちゃんと、はい、おかよね、はい、お休みして戻ってきてくれましたけど、ね、はい、どう戻ってきて、戻ってきてやっぱり練習はすごい大変でした。前の時と練習はちょっと厳しくなったとか優しくなったとか。でもあの覚えることとかはやっぱり同じくらいの量はあるので頑張りました。頑張りました、はい、はい。答えになってないんですけどまあ、あのいつも大変だということでね、はい、毎年大変ですね、はい。そしてね、新人の方まだね、ルミさんもそうなんですけど、私も名前を全部と顔が一致してないという状況でね、はい、そうなんですよ、なんか まだね、名前がいまいち申し訳ないんですけど唯一覚えたのは加藤ゆいちゃん。加藤ゆいちゃん、名前が一緒、やっぱりなんかそういうインパクトがあると、はい、すぐやっぱり名前を覚えてもらえるので、そうですね、今日はちょっとね、ここで個性を出して、はい、私とまず水野さんに名前を覚えてもらおうみたいな ね、はい、お客さんにもとりあえずね、そうですね、覚えていただかなきゃいけないんでね、はい、もちろんですけどね、はい、はい。ということで、ちょっと聞くことがいいんですけどないですか？ないんですよ。じゃあまずあのミサちゃんからなんか聞いとく。ミサちゃん、はい、あれミサちゃんでしょ、はい。チアドラゴンズになろうと思ったきっかけは何だったんですか？去年あのイベントとか試合始めていたんですけど、なんかそこですごいなと思ったのと、先輩、学校の先輩がチアドラゴンズに入っててなんか楽しいっていうのを聞いてたんで入ろうと思いました。先輩から聞いて入りました。水野さん、なんか喋ってください。いや、ポケットで携帯電話ブルブルブルになり続けてるんで、なんか大変なことになっちゃったかなと思って。ここでぼーっとしてるおじさんがいい。さっきおばさんって言ったから余計言うんですけど。はい、じゃあ次、マリオ、はい、マリオじゃなくて。マリオはね、もう覚えたんですよ、実はさっき。ね、でもこれあだ名、多分マリオになりました。そう、私なんかですれ違ったけど、チアドラだって気づかなくて、はい、あ、綺麗なお姉さん見てるなと思ったら、控室で会って、マリオですって言うから、マリオって言ったら違います、マリオですって言うからね、それで覚えました。もうこれで決まりです、あだ名はマリオです、はい、どうしても嫌だったら後からちょっと言ってください。はい、はい、以上はい、ゆいちゃんはじゃあ、あの先輩方にあの呼んでほしいあだ名あるんでしょ？はい、ゆいぽんって呼んでほしいですっていうか
ね、これあのラジオに出てくれた時に、あの石黒さんとやってますラジオにゲストで来てくれた時に決まったんですよ、はい、ユイコって呼ぶとね。そうなんだ、誰もラジオ聞いてないよ、ほんとチアドラのメンバーひどいよね。聞いてくださいよ。聞いてくれてなかったんだ、あの時の放送。ユイポでお願いします、はい、新しい方のユイちゃんはユイポと呼ばれて、回しましょうね、はいはい、ゆかりちゃん、ゆかりちゃんね、あっちね、はい、ちょっと緊張しますね、はい、何にも、だって水野さん喋らないけど、いやいやいや、まだ携帯鳴ってるんですけど、大丈夫かな、なんか出ます、出ていいですか、いや大丈夫です、はい、なんか、今日、はい、いいですか、はい、初めてさっきステージやったけど、どんな感じでしたか。すごく楽しかったんですけど、たくさんの方が緊張してますね。緊張しますね。緊張してるの？はい、だんだんあの緊張するとマイクがどんどんこうやって遠くなって声が近くなるから、はい、気をつけようね。はい。はい、大丈夫。9月ぐらいになったらもう堂々と喋れるようになれるからね。そういう風にステージ作りますから。はい、あのこの緊張してる時のインタビューもまたいいんですよね。いいね、なんかね。ウィウィシーの今だけかもしれませんのでね。はい。はい、マイク回しましょうね。はい。はい、ひなこちゃん。この後、まだ今日のダンス終わりじゃないよね、はい、グランドでのオープニングダンスが控えてますけど、はい、オープニングダンス、今年どう？初めてあのダンス練習とかして出来上がってどう思った？このオープニングダンス、オープニングダンスはどんな感じ？めっちゃかっこいいです。めっちゃかっこいいです。いいです。衣装お楽しみに。はい、もう見ての楽しみですね、はい、続きまして、はい、はるかちゃん、はい、はい、なんか今日あのはるかを覚えてもらうためにアピールできることありますか？はるか、じゃあ、私実はあのよくすごい似てる芸能人の方がいらっしゃるんですけど、やっちゃいますか、はい、やっちゃいます、やっちゃいます。ちょっとなんか行動とかが似てるらしいんですけど、わかります？まだやってないからわかんないですね。実はあの鳥居みゆきさんにすごい似てるって言われるんで、ちょっと変な動きがしてる人いるなって見つけたら、この二の春だと思ってください。お願いします。鳥居みゆきさんに、なんかそう言われると確かにちょっと雰囲気が似てるんですよ ね、はい、今度じゃあなんかちょっとコスプレして登場してもらえるんですね。やりましょうか、はい、大丈夫。そんな機会があるNG が出るかもしれない。そうですね、はい、はい、続いてあのちょっとこれ聞きたかったんですけど、この練習期間、チアドラゴンズ出来上がるまでに結構時間かかるんですけれども、それを短期間でやってしまうというね、ハードな練習、このハードな練習についてどついてないチュッチュッて今日おかしいですね、携帯まだ鳴ってるんですよ、どうだったかなって、ちょっとその感想をちょっと聞きたかったんですけど、練習についての、はい、私初めてで、まだわからないことばかりだったんですけど、本当に先輩が優しくて、本当に楽しい練習の方が多かったので、本当に楽しかったです。優等生な答え、ありがとうございました。終わっちゃったみたいなこと言ってます。まだこれからありますか？まだ今から始まるからね。あのチアドラの練習はずっと期間シーズン中も練習しっぱなしだったね。もう一回これから先輩どんどん怖くなるかもしれないから、はい、いじめられたら教えてね、はい、気をつけて、はい、はい、最後マンホーちゃん、はい、はい、最年少なの？あんまり自分落とさないで、ね、信じなかったね。あ、じゃあそういう意味で覚えてもらうっていうのもありだからね。そうですね、まあ、はい、受け顔の再現者ですとか、やだちょっと嫌だね。嫌です、嫌ですね。まこちゃんはじゃあ今年の自分の中でのなんか目標というかありますか？絶対この
といいかな。ドラゴンズが日本一になれるように応援頑張ります。さすが、素晴らしい答え、ありがとうございました。最後にふさわしい、それを導き出した方。はい、ありがとうございます。たぶん、ふきさんが近いから目で答えたこれも言えということでね、はい、伝わってよかった。よくできました。はい、ありがとうございました。こんな感じで、皆さん、そうですね、はい、シアちゃんたち、またこの後大変なんでね、今日は本当にメインがグラウンドの方でもうすぐやってきますので、はい、またちょっと練習の方に行って、ね、頑張っていかないといけないですので、はい、じゃあこの辺で、はい、ましょうか。チャイドラゴンズ2013のメンバーでした。大きな拍手お願いします。はい、ありがとうございました。また、フォトセッションがあった。そうだった、はい、最初に約束したんでしたね、はい、じゃあちょっとみんなでフォトしていきましょうか。はい、はい、じゃあ何かお願いします。ちょっとお時間があまりないですのでね、短めでいきましょうか。じゃあまず正面の方から5秒5 4 3 2 1 0。じゃあちょっと右向きで、はい、5 4、私映らないように3 2 1 0。はい、今度左向きで5 4 3 2 1 0。はい、終了です。ありがとうございました。はい、改めまして、チアドラゴンズ2013のメンバーでした。はい、ありがとうございました。はい、この後も練習頑張ってください。はい、ルミさん、はい、全員にね、本当はお話聞きたかったんですけど、はい、そうですよね、ちょっと時間の関係上、はい、また改めてね、このリーステージで、はい、